はい、こんにちは、小川です。今日は社長が年末年始にやるべき振り返りという話をしたいと思います。まあ、僕は個人的にはですね、毎四半期ごとにいろいろ振り返りをして、まあ、何が良くて何が悪かったかみたいなことを考えてるんですけれども、まあ、少なくともやっぱ年に1回はこういう振り返りをしていった方がいいと思うんですね。そうじゃないともう忘れていっちゃうし、やっぱ書き留めておいた方がいいと思いますね。うん、で、僕なんかもその毎年やっぱ振り返りをしてて、その年で良かったこと悪かったことこう紙に書いてるんですけども、それを例えば久々に読み返してみたりすると、まあここにあるんですけどね、結構やっぱり学びがすごく大きいんですよ。なんでかっていうと、なんつうのかな、こうやっぱり自分のパターンみたいなのが見えるようになってくるんですよね。これなんか 今あるのはこう2018年のね振り返りとかですけども、2018年の振り返りでなんか、うん、どういうことが良かったみたいなね。で、正直やっぱこういうのって紙に書いとかないと確実に忘れるので、皆さん2018年何してたかとか全然覚えてないですよね。僕も覚えてないですよ、もちろん、ね、そんな中こうやって紙に書いて振り返っておくと、あ、こういうことやったなと。で、大体ね、ダメなことってやっぱ繰り返し、人間っていうのはやっぱ習慣の生き物だし、そのなんだろう、思考パターンっていうのはそんなに簡単に変わらないものなので、すごく似たようなパターンで失敗してたりとかするんですよね。なので気をつけるようみたいなね、ことができるわけですけども、じゃあ具体的に、まあ、どういうふうなステップでやっていくかというと、実際ね、僕ね最近またちょっとやりまして、こんな感じでね、あんまりこう見えたらちょっと恥ずかしいからだけど、やってるんですけども、まずステップ1として何を書くかというと、とりあえずこの四半期で、あ、四半期ちゃうわこれ僕四半期でやってたんでこの1年で、起きた出来事とか、まあ、自分がどういう判断をしたか、どういう意思決定をしたかとか、ね、何をやったかっていうことを仕事もプライベートもごちゃ混ぜにして、ひたすらこうリストアップしていきます。あーってリストアップして、でこれね結構どれぐらい時間かかるかな、1年か、1年分だと多分カレンダーとか、過去のなんだろうな、もしこういうプランナーとか使ってたらプランナーのやつを見たりとかしないと多分思い出せないレベルだと思うんですね。やっぱ社長ってやっぱりなんだかんだ言って1年の間にいろんなことやってるので、いろんなことチャレンジしていろんなこと失敗してるし、だってコロナがこの1月かの時点でコロナ来てないですからね、ビフォーコロナって何だったんだろうなみたいな。まあそうするといろんなことがこうね、出てくるわけですよ。で、出てきたらステップ2として、それぞれの評価をつけます。まあすごくこれはできてよかったみたいなこととか、達成したこととか、でそれとその中でも特に良かったこと、これはもっと続けよう、もっと増やそう、ね、でやめること、でもう一つは問題、課題、改善しないといけないことみたいなことを書きます、ね、でそうやってこう、まあ、評価をしていって、あと仕事なのかプライベートなのかジャンル分けとかもしたりして、で、ざーっとリストアップしますと、でその中ですごく、まあ、やっぱ社長としてすごく大事なのは次のステップ3なんですけども、意思決定の振り返りなんですよね。実際自分がこの1年間でどういう判断をしたのか、そしてその判断の結果がどうなったのか。これ確かドラッカーは半年ごとだか1年半ごと、半年ごとだったかな、にやれみたいなことを言ってたと思うんですけども、まあ、なんせ、ある一定のスパンでこう自分の判断の振り返りっていうのをやるわけですね。やっぱりそのね、社長の仕事で一番インパクト大きいのって自分が何やったかっていうのもすごく、まあ大きいことは大きいですよ。でもそれよりも実際振り返ってみると分かるんですけども、判断してることの方がすごい影響が大きかったりするんですよね、うん、やっぱり社長って判断の数がめちゃくちゃ多いんですよ。
他のメンバーとか社員とかと比べると、決める仕事っていうのがすごく多いんですね。で、その決定判断に対してそれは良かったのか悪かったのか、どういう影響があったのかっていうことを考えるわけです。そうするとね、パターンっていうのは本当に浮かんでくるんですよね。で、実際僕なんかはこれ、2018年のやつですけども、いろんなことをその1年間でやりましたとね。で、それこそアプリを作ったとかね、研修プログラムを作ったとか、もろもろね、それこそアゴラとの、合弁が決まるとかね、そういうのも、アゴラって海外企業なんですけど、海外企業との合弁が決まるとか、そういうのもいろいろありましたね。あるいはこの人のプロジェクトが失敗したとかね、いろいろあったんですけども、その中で一番インパクトでかかったなっていうのは、あるプロジェクトにエースを投入したことなんですね。会社で一番のエースがいるわけですけども、そのエースを、全然金にならないプロジェクトだけども、会社のためにこれはやらなきゃいけないなというようなプロジェクトにアサインしたんです。で、そしてアサインして、ほとんどそれから何もしてないというか、僕としては、ノータッチまでいかないけども、ちょくちょく進捗聞いて、なんつうのかな、いろいろやったりとかね、手を動かしたりとかはしましたけども、いろいろ、かけてる時間としてはすごくそんなに大きくないですよ。だけども、いろいろこう振り返ってみるとね、俺1年間で結構いろんなことやったしね、いろんなイベントが起きてると、だけどもなんだかんだ言って一番でかかったのこいつアサインしたことだなみたいなね、っていうことがね、すげえ大きかったりするんですよね。で、そういうことに気づくことがすごく大事です。そういうことに気づいたら、じゃあ次回どういう考えでやるべきかとかね、どうすべきかね、自分の要は社長としての影響度ね、その事業に対する、会社に対するインパクトっていうのは何が一番大きいかね。普通に考えるとというか、普通に何も考えないと、俺の仕事がね、自分のその手足を動かす仕事こそが一番影響を与えてるって思いがちなんですけども、実はそうでもないとね。それよりも判断ね、意思決定だと。で、いろんな意思決定したりしてて、これはちょっとダメだったなと、やってみたけど。だから結構ね、やっぱ振り返ってみると、一番良かったことと悪かったことあるじゃないですか。一番良かったこともその人のアサイン、一番悪かったことも人のアサインなんですよね。悪かったことはこの B さんっていうのを、その既存の事業を任せて、でちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったみたいなとかね、っていうのがあって、結局俺のその社長としてのね、俺の仕事で一番重要なのって人事のこうアサインすることが重要なんだなと。だからアサインする時にはめちゃくちゃちゃんと考えてやらないとなっていうふうに思うわけです。で、これは僕の場合ですよ。僕の場合はそうだったっていう話で、実際皆さんの場合がどうかっていうのは分かりません。その会社のステージにもよるし、例えばそうですね、4、5人の会社だったら、おそらく社長のその何ていうか、アウトプット、己の仕事が一番影響あると思いますね。だけど20人30人の会社になってくると、おそらくそうでもなくなってきますよね。で、4、5人の会社で自分の仕事がものすごくインパクトあるっていう中でも、自分の仕事の種類があるじゃなくて、あるじゃないですか、いろんな種類ね。で、その中で何がすごくいい効果を出してて、何がそうでもないかっていうのをちゃんと自分で理解する必要があるわけですね。で、これは書き出さないと、なかなか、なんとなく日々ふわふわは思ってるかもしれないですけど、ふわふわじゃなかなか改善していかないわけですよね。なので、ちゃんと明確に書き出して、で、ちゃんと「おマジかよ」ってね、さっきの人事の話とかもなんとなく思ってましたよ、僕もね。あいつをあそこにやったのはちょっと失敗だったかなとか思ってましたよ。だけど改めて考えてみて、
うわ、今年一番の失敗でしたねとかね、なるのはやっぱりこう意味が違うわけですよね。で考えてるから、じゃあ次どうするか、でそもそもなんでそういう意思決定の間違いをしちゃったのかね、とかを考えて、じゃあ次どうするかっていうことを考えていくというわけですね。まあこれ皆さん本当にやってみるとすごく学びが多いと思う。特に年末なのでね、必ずこういう振り返りすると思いますから、っていうかぜひしてほしいんですけど、まあ今週とかじゃないか、まあ、来週、まあそうですね、30日とか、皆さん仕事終わりどれぐらいなんかわかんないですけど、おそらく20、30ぐらいですよね。うちは確か28が最後の営業じゃなかったな。20、30ぐらいで、がっつりとやって、まあ理想的には丸1日取っちゃうといいんじゃないかなと思いますね。ホテルに缶詰一回パーンとしたりしてもいいと思います。あるいはオフィスに缶詰ね。あのホテルに缶詰して、そのカレンダーとか資料がないとな、全然思い出せないとかなっても、あの大変なので。はい。で、4番目にステップ4として、まあ、来年の取り組みを決めるっていうことですね。要は何を続けるのか、ね、何を増やすのか。さっきいいね、振り返ったことで、やっぱり功を奏していることは何なのかなと。っていうことに、それをどう続けるかね。で、続けること。で、それからやめること。こういったことはもうやめにしようと、ね。まあ僕の場合はそうですね。大体、その、なんだ、晩飯とか食いに行くじゃないですか。晩飯食いに行って、まあもちろん社員とも行くし、その外部の人とも行くし、お客さんとも行ったりしますけども、やっぱり10時過ぎまでね、こう飯食ってるとね、ちょっと次の日に響くんですよね、僕の場合。うん、だからまあちょっと10時過ぎまで飯食うのはちょっと良くないなと、ね、まあ別に金曜日とかだったらね、いいかもしれないけども、あまり平日にそこまで行くと、ちょっと僕的には結構あまり良くないっていうのが、こう、繰り返しちゃったので、それはやめようとか、そういうくだらないことでもいいと思います、ね、まあくだらなくないか、ね、体のことなのでね。でやめること、ね、それから、チャレンジ、新たにチャレンジすること、これやってみようかなって、ね、うん、思うこと、うん、そして、まあ、続けることと被ってるかもしれないけど、習慣化することですね。どういったことを習慣化するか、うん、で習慣化するためには、そのなんていうかな、毎日やっていくわけですけども、毎日できた時に何かのこう報酬をね、ないとなかなか続きませんので、本当にその報酬とは簡単でいいんですよ。なんか目に見えるもので本当にチェックつけていくだけでもいいですし、まあ何でもいいので、そういった習慣を、まあ習慣とか四半期ごとにやった方がいいかもしれないですけどね。年とかだとちょっとなかなか難しいと思うので、はい。まあなぜ続けること、増やすこと、やめること、減らすこと、それからチャレンジしてみることね、っていうことを洗い出すとっていうような振り返りをしてみるといいかなと思います。はい。僕はこの、まあ僕は四半期ごとにそういうことをやってるんですけども、この四半期分は、もう終わらせまして、非常に頭がすっきりしております。で、皆さんもこれやっていただくと、まあ、かなり頭がすっきりして、よっしゃ来期もまた頑張るか、来年もまた頑張るかという気持ちになれると思いますし、やっぱりすごい意外な発見とかがあると思うんですね。なので、あのぜひぜひ年末、あの絶好の機会ですので、ぜひやってみてはいかがかなと思います。じゃあ、まあ余談なんですけど、まあ僕デジタルガジェットが大好きなわけですよね、うん、それで言うとね、こういうタスク管理とかも、iPhone のアプリとか、こういうのをね、アプリとかでね、まあ、僕一番気に入ってるのは Microsoft To Do なんですけども、まあこれも後でね、ちょっと紹介しますけども、タスク管理アプリで、まあ、iPhone のデフォルトであるリマインダーっていうのと、Things ってやつと、To Do List ってやつと、あとなんだっけな、ストリークじゃなくてなんだっけな、もうちょっとアンインストールしちゃったんですけど、ストライプだったかな、すごく珍しいやつと、で、マイクロソフトトゥードゥっていうのとね、いろいろこう、まあ、デジタル中毒なんで、あちこち旅路をしてるわけですよ。旅路をしてるんですけども、最終ですね、
最終やるの紙でやるんですね。やっぱり考えることはね、ちょっと紙じゃないとダメだなと思う今日この頃ですね。デジタルで考えるっていうのはもう、まあ俺は無理だな。皆さんちょっとどうか分かんないですけども、僕はちょっと無理ですね、デジタルで考えるのは。もう気が散って気が散ってしゃあない。明らかに注意、血管症候群なので、まあなので何の話した、そうそう、トゥードゥーリストのアプリとかいっぱいありますけども、まあ、物事考えるときは紙とペンでいいんじゃないでしょうか。まあそれで言うと僕の場合はペンの種類もたくさんあって困るんですけどね。ペンが好きなもんでね、最近ハマってるのはね、ハマってるというかね、やっぱ最近いいなと思うのはこうカランダッシュのペンがね素晴らしく良くてどんどん増えていく一方なんですね。でこの間僕この振り返りやるときにちょっとホテルに缶詰してやったんですよ。だけどもペンを選ぶんで5本ぐらい持って行って、ね、全部黒ですよ。全部黒なんですけども、紙によってねちょっとペンを変えようかなとか思ったりして、ね、これまあモンブラン、ね、このモンブランのそのA3 とかの紙にがっつり書くときはこのファインライナーっていうペン先のやつを使って、なんかこう振り返りのこう文字を書きたいとか、やっぱ万年筆の方がいいかなとかね、まあ、そういうバカなことを年中やってるんで、まあ悪い見本としてください。それではちなみにこのカランダッシュ自慢していい、もう切っていいですよカランダッシュね。これ世界に1000本限定で1000分の1って書いてあるんですけども、見てください、見えないですよね。まあ別にこういうあれでもないんで、このね万年筆なんだけど、まあまあカランダッシュのページ見てみたら分かるんですけどね、ヒノキなんですよ、ここがヒノキ万年筆、たまらんでしょ、たまらん、ボケる。オートフォーカスじゃないかな、ボケる、学んでます。では。